一発撮りでいきたいと思います、はい、もう入ってますからね。ドドン早いってドドン早いってまだ何も言うてん、うん、タイトルコールドドンやから今からいよいよ明日はベリーベリー2周年スペシャルドドンドドン。いやいやそこそこですね。ありがとうございます。はい、実は2周年のイベントが明日に迫ってるんですけども、なんと過去最多のエントリー人数、はい、皆さんありがとうございます。本当に感謝しております。特にね、やっぱりあのベリーのイベントのいいところはベリーの方はもちろん、なぜかビジターさんもいっぱい来てくれる。ありがとうございます。なぜなのか、やっぱこれ他のジムにはないところなんで。ですよね、はい、で明日に関しては初めての方もいらっしゃるということなんで、いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。お待ちしてます。イベントのしおりを今から読み上げたいと思いますので、こちらの動画を見て明日はご参加ください。何から行こうかなまず一応明日オープニングが12時45分から始まりますので、受付、入金の受付は12時からとなっております。別に早く来て着替えてスタンバイしてもらって大丈夫なんで、12時に入金受付スタートみたいな感じでやっていきます。はい、その際お釣りはないように。よろしくお願いします。絶対ですよ。お釣りなんてベリーベリーにはないんです。ないですよ。出しません。もらいますよお賽銭箱というシステムがあるんで、イエーイ、はい、お願いします。ね、あとね、お釣りがないと同様でもう日本一節約節電をしているフィットネスクラブなんで猛暑です、はい、館内は熱帯雨林です。マットが熱くなってたなので猛暑対策をして明日はね来てください。冷えピタとかあったらいいんじゃないですかね。扇風機、はい、でもスタジオは涼しいので安心してください、はい、あとトイレは混雑することがあるかなと思いますので、ベリーを出てテナントのトイレに行くという方法もありますので、お漏らしだけはしないようにお願いいたします。よろしくお願いします。店主以外はお願いします。店主はお漏らしあります。はい、スケジュール的には5時でレッスンやイベントが終了なので、閉館時間は6時を目安に体感をお願いいたします。お願いします。はい、うん、結構抑えましたね。だベリーといえばね、イベントではもうたくさんの方が差し入れを持ってこられます。待ってます。楽しみにしてます差し入れを持ってこられますって僕は言っただけです拍手しただけです、はい、ハイボール好きですね僕ね、個人的にはね。私トイレットペーパー好きですね。あベリーの差し入れはそうですね、ベリーの差し入れはトイレットペーパー、除菌シートもお待ちしてます。ティッシュペーパー、除菌シート、トイレの芳香剤とかがね普段からよく使いますので。そうですね、はい、のりさんの差し入れはハイボールでもおつまみでも何でも。お水も嬉しいですね。はい、まあね、差し入れ買ってくる方がね多いですからニコニコしてる。いやいや別に何も言うてませんよ。今まで2年間多かったですよっていうことだけね、安心してください。何も言ってません、ね、何も言ってないです。そうですよ、そんな買ってこいとか言ってないですよ。追いかけませんよ、はい、ね、2年振り返ってもやっぱね、そうですね、多かったですね私もその顔したい。はい、いろいろ言いましたが、大事なのはイベントは、そうです、うん、楽しみ
ましょう。そうそうそう。そうです。イベントは楽しむことが一番大事なので。明日は100%楽しい。で、そう。危ない危ない。レッスンも人数がね、ちょっといつもより多いので、皆さんでうまいことを、ええ感じに。特にパワーとか道具使ったりするんですけども、ええ感じに。お願いします。もう皆まで言いません。皆まで言いません。はい、はい、はい、ええ感じに、ええ感じにしましょう。みんなでやって、1日ベリーベリーの2周年を一緒に楽しんでいきましょう。以上、旅のしおりでした。漏れがありましたら役員さんから。大丈夫ですか？大丈夫ですよ。何でも、この際ですから。大丈夫ですよ。もう楽しんで帰ってください。ね、はい、もう良い時間になりますように。はい、ということで、お待ちしてます。明日はベリーベリーの2周年スペシャルイベント、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。